どうもリロイ太郎です。2月11日の Vlog を更新したいと思います。2月11日昨日はですね、あ、間違えた、今日はですね、朝9時に、昨日の2月10日分を配信したんですけれども、今日2月11日分を、夜12時に上げることができました。なので、今日2月11日が1日だったのか、ぜひとも見てください。それでは行きましょう。レッツゴー。形ばかりの朝と同じ格好っていうやつです。さあ今日も元気に頑張っていきましょう。このリロイ太郎の文字はいつもかっこいい。起きました。7時半早めの起床。やってしまいました。寝坊しました。もう7時半に起きたはずなのに寝てしまいました。座れました。そんな日に関わらず座れました。しかし行き先がどうしても気になるんです。早く着いてくれないかな。もう間に合わないからメイクを開始しました。この間はですね、松島幸太郎選手のメイクが出来上がるのを見ていただきたいんですけど、実は今日11時から前説が入ってたんです。なのにどうしようもない時間に起きてしまったので、もう到着がギリギリ、もしくは過ぎる、もう瀬戸際だったんです。着々と準備は出来上がっていますが、電車は全然現地に着かない。着きました、着きました。間に合うのか間に合うのか、エレベーターがいつも遅いんです。間に合いました。なんとギリギリ間に合いました。こういう感じで初めてね、いろんな人に拍手してもらってね、おはようございますって言ってますけど、事情を知ってるからしたら、いやお前は一番おはようございますだろうって思われてたと思いました。昼食でーす。ね、すごい反省をしてたんですけど、腹は減る飯テロー。今日はカレーですね。ツナと卵のカレーと、これがツナと卵のカレー、そして卵のカツ、カツの卵とじ、温泉卵、卵スープ、気がついたら全部卵入ってました。坂東英二でした。実食ね、坂東英二さんって言わないと怒られちゃいますね。そんなこと気にせずにね、頑張りましょうね。このパーカー自体も卵の黄身でしたね。5個卵状態です。5個卵状態、2個玉じゃなく5個玉、伝われーね。お茶を飲んで落ち着きましたね。こういうタイミングでのお茶が一番いいんですよね。もう先輩にも言われました。遅刻した場合は間に合ったら正義だからっていうことで、ギリギリ間に合ってね、安心しました。ごちそうした。そして2回目です。前説は1日3回はあるはずなんでね、こう1回目が閉じて失敗したとしても2回目うまくいけばいいということで、合間の時間に HG さんのお手伝いをしました。 HG さんが YouTube を始めるか、編集をね手伝ってほしいっていうか、教えてほしいっていうのを教えてあげましたね。すごい HG さんなんか可愛いんですよね。全然なんかで、スターじゃないですか。昔のスターじゃないです。いや昔っていうと失礼だ。どうしよう、尊敬する先輩なんでね、はい、キーボードの操作とかがすごい可愛らしかったんですよね。え、また手伝い、ああ、ひょっこりはんがいました。同期ですね。僕たちは7年目の芸人なんですけど、同期で一番売れたひょっこりはんと買い出しに行きました。なぜ行ったかというと、川瀬さんのために買いに行ったんです。大地の精霊に感謝。俺の想像のまさにこんな感じだと思ってた。間違ってます。まず飲み物をね買いに行ったんですよ ね。ユニバス川瀬さん、レイザラモン、 HG さん、ありがとうございました。一日中遊んでいただいて、そして、体感しました、もっと早く帰れるはずだったんですけど、なんだか遅れてきたから、その分ずっといなきゃという気持ちだったんですけれども、帰り道はどうしても眠くて、眠くなって寝てしまいました。新宿という街はすごい美しいなと思って映像を撮ったんですけれども、そもそも今日のスタートが最悪でした。続くじゃねえよ、終わりです。はい、という一日でございました。2月11日は前説をね、朝1からやる予定だったんですけれども、寝坊してしまいまして、もう最悪ですよね。7時半には本当に起きてたんですよ。ちゃんと9時にね、配信分2月6日分を出すっていうのを言ってたじゃないですか。だからそれに合わせてね、出すつもりでやってたので、起きてね、
ツイッターでも告知もして、よっしゃーと思ったタイミングで寝ちゃったんですよね。もう最悪ですよ。でコメントをいただいて、そのコメントでね、通知が来て、おーえって思って見たら、えやばいやばいやばいってなって行ったんですけど、ギリギリ間に合ったんですけど、今日一番嬉しかったことはですね、劇場について相方もねそうですけど、ひょっこりはんも、その他いろんな先輩いましたけど、みんなが良かったな間に合って、でも今後気をつけろよと、俺たちは別にいいけどお前のためにならないかもしれないけど、まあ間に合ったんだから今日は全然 OK だけどなっていう、こう形ばかりの優しさ、形ばかりっていうと失礼ですけど、なんつうの、優しさを出してくださったことによって1日3公演分しっかりこなすことができました。あと HG さんがね、同じ編集ソフトを使ってるっていうので、僕に操作をいろいろ聞いてくださって、そう先輩とそういうやり取りでなんかできるっていうのがね、すごい新鮮で良かったなって、嬉しかったです。なんか後輩だけど、そのこう教えてって言える HG さんも素敵だし、それをね楽しん、なんていうのか分かんない、はい、というわけで、ぜひとも、チャンネル登録まだだよという方はしていただきたいと思っておりまして、でですね、チャンネル登録まだだよという方はぜひともしていただきたいと思います。チャンネル登録のボタンがね、ここもしくはここに丸のアイコンで出ると思います。でそうじゃなかった場合はこの下のところにチャンネル登録するとこがありますので、クリックしてもらうか、まあ、この辺にまたチャンネル登録のやつが出るかもしれません。ちょっとごめんなさい、何も分かってないです。でも設定でいろいろやりますんで、なんとかチャンネル登録をしてくださいという感じ、しゃっくりが止まらなかったんですけれども、こんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。チャオ。